アーティストとダンサーの違いって何だろうなって思った時に、芸術家は自分のやりたいことをやっているんだと思って、どうやったらアーティストになれるか。使った表現で生きていけるかなと。考えて生きてます。ダンサーだけどダンスを使ってアーティストの方になりたがってる。そこをどうやって乗り越えて、自分の踊りで稼いで、もう鎖っていうか重り、足の形はダメだった、ターンアウトしてなかった、手の形もっとこうしなくちゃいけない、ずっと鏡で自分はこうじゃない、殻を破って次のレベルっていうのはおかしいけど、なんか鏡を見ないでじゃないけど練習してる。と言います。踊っています。